テレポビズ。8月15日、昭和天皇は国民に対しポツダム宣言受諾と降伏を告げましたが、戦闘はまだ終わっていませんでした。シベリアなどに多くの日本人が抑留されたほか、8月15日以降、ソ連軍が千島列島のシュムシュ島に侵攻し、戦闘が続いたのです。都内に住む牟田照夫さん、今年で100歳を迎えました。明らかにソ連が悪いんでね、ポツダム宣言に終戦後軍人は皆国国に祖国に帰るという規定があるのに、スターリンはもう連れていった。その後での戦争がいっぱいあるもんだからね、あの終戦って割り切れないんですよね、ちょっとね。いや、終戦消直の日ならわかりますけどね、消直がそれは事実だけど、実際に終戦でなかったんだよ、結局ね。戦後、牟田さんは公安調査庁に勤務。中野学校の教えの中で、今もなお生きている言葉があるといいます。まあ、これは中庸の言葉ですけどね。泥棒をやろうと思って、何が言ったらそれは誠じゃないけど、国のためにやろう、役立ててようとするのは誠で、誠ってのは要するにただむちゃくちゃにがむしゃらに戦って、戦いはそれでいいんじゃないんだと、戦いにはね真心がないと、誠がないとそういういい考えも浮かばない。真心を指す誠、敵にも愛されるほどの誠を持つことが勝利にとって重要だと語ります。牟田さんは現在のロシアによるウクライナ侵攻について次のように指摘します。核爆弾ってね、プーチンが盛んに脅していますけどね、元来ね、その原子爆弾とかね、都市空爆ルメイカーチスっていうのが何百万も殺してるからさ、あれは国際法違反なんですね。で、例えばウクライナの 中で、一部はソ連系だって言いますが、ソ連系が、かなりいたんだけども、そこに秘密機関が入ってて扇動して、ウクライナ政府がいじめるとかなんとか弾圧してるとかなんて言って焚きつけて、鉄砲で撃ってる部隊だけ考えるとは分からないけど、ウクライナは秘密活動でかなりやってるんじゃないですかね。一方で、台頭する中国については、1999年に中国の現役軍人が提唱した超限戦に注目します。超限戦とは、従来の軍事領域の境界や限度を超えた現代の戦争を再定義したものとされ、牟田さんは中野学校の秘密戦の考え方と似ていると見ています。今ね、中国も超限戦っていうのを言ってますよね。中国は今年、大会になったんですけどね、私はその大会のためにね、はったり聞かしてね、盛んに台湾攻撃の話してますけどね、あれは一つの脅しよね。それはその大会を成功させるためのね、もう要するに武力戦っていうことだけ考えたんじゃダメだと心理戦とかね、経済戦とか政治戦とかありましたね。こういうものの考え方、今中国みたいに超限戦ですね、あれはやっぱり世界的に普及してるんじゃないですか。さらに牟田さんは、あらゆる情報を武器に
日本の安全保障体制を強化していくべきだと主張します。誠の心で秘密線を遂行すべし、まあ情報を取るんですね、情報、それから戦争防止できるというのはまたあれだけど、ただ日本陸軍の場合は戦争が始まると作戦が優先しちゃって、情報部のちょっと情報を重視しないで、作戦参謀が自分の作戦に都合のいいように情報を変えちゃうという、だから やっぱりあの面で情報の運用というかあれがまずかったので、戦うとして勝つでしょ。実際はその武力戦っていうのはほんの瞬間的なもんで、長い間あれ秘密戦ですね、心理戦とか経済戦とか外交戦とかみんな含めて、今はもうサイバー戦ですね。秘密要員を確保する、サイバー要員を確保するね。最後にある歌を披露してくれました。中野学校の軍歌って知ってますか。校歌でないと、これは正式作った校歌でなくて、生徒が作った歌。赤き心で断じてなせば骨も砕けよ、憎まれた知恵を君に捧げて吠えむ第二っていうんですよね。普通ね、軍歌はね、七五調だったんですよ。七五調、これ七七調なんですよ。そうですね。赤き心で断じてなせばこれは珍しいです。この七七調の歌っていうのはちょっとないよな。神を与えよ万難我にっていうのが私が一番好きな歌で、困難に耐えるという、耐えるということが好きなのね。困難に耐える、いじめられることが好きだという、いじめられたら今度それに強くなりますね、人間に。万難我に、万難我に、障害現役、障害情報だね。障害現役、障害情報、障害現役、障害情報。最後までご覧いただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方は、こちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。